物価高騰等への対応のほか、新型コロナウイルス感染症への対応、広島サミットの成果の持続発展、社会的基盤の強化の取り組みなどに時期を逃さず対応するための経費について予算を計上しております。ところであり、県議会9月定例会には一般会計でおよそ212億5300万円の補正予算案が提案されました。このうち G7 広島サミットの効果を持続させるため、広島の魅力を発信する事業費などに7億700万円が盛り込まれています。また観光支援事業やっぱ広島じゃ割の予算超過分の負担として1億9100万円を計上しました。その他、資材高騰などを受け、広島高速5号の事業費を従来より30億円増額する整備計画の変更同意案も提案されました。県議会9月定例会は来月2日まで開かれます。